どうもこんにちは。今日はですね、お金と健康と人間関係について話していこうと思います。私は血のみ子を含めて2人の子供がいます。年齢はアラフォーですけれども、まだまだ経済基盤がぐらついている状態です。なので、なんとかですね、一発逆転したいなと常々狙っています。なのでたまにですね、宝くじを買ってですね、3億円当ててやろうなんて目論むこともあるんですけども、それを思うたびに思い出す言葉があります。それは、高額当選の方、宝くじで高額当選された方は9割以上、5年内に破産するという話です。まあそういう話を思い浮かべることによって、思いとどまるんですけれども、まだですね、その宝くじを買ってなくなるっていうのはまだわかるんですけれども、コツコツと積み上げてきたものがですね、短期でコロッとダメになるっていう会社なんかもあります。これが正直ピンとこなかったんです。長年順調だってコツコツ積み上げてきたものがあるにもかかわらず、ほんのちょっとしたことで会社が倒産したりとか、お家が貧乏になったりとか、そういったことを、まあ、アラフォーとかになってくるとたびたび見かけることがあります。これがなんでなのかがわからなかったんですけども、前に授業で習ったことで、この現象がなぜ起こるのかっていうことが分かったので、その話をシェアしていこうと思います。まあこのお金っていうとですね、なかなかピンとこないと思うんですけれども、これをですね、言葉を変えることによってなんとなく分かりやすくなるっていうことが分かったんです。例えばお金というのをですね、人間関係とか信頼関係っていう言葉に置き換えてみればわかるんじゃないかなと思います。例えばあなたも5年ぐらい付き合いある友達とちょっとしたことでいざこざがあって、縁がなくなってしまったりとか、長年の取引先との関係で、ちょっとしたミスをしてしまったことによってですね、取引がなくなってしまったりとかっていうことはありませんでしょうか。これは結構もう普通に起こり得ることで、長年積み上げてきた人間関係もちょっとした出来事で全部なくなってしまうっていうことはしょっちゅう起こるものです。最近では、テレビのタレントさんでもですね、そういったことがありました。メインのレギュラー番組が始まるぐらいですね、しかもゴールデンタイムで、ルックスとか、まあ、声質とかですね、トークに定評があってファンがたくさんいらっしゃった方がですね、ちょっとした、経歴詐称的なものがあってですね、一気に番組が終わってしまって、番組が始まらなくなってしまって、人気もなくなり、で、テレビから消えてしまうっていうことがありました。まあ、これはですね、本当に皆さん、実体験である話なので分かっていただきやすいと思うんですけども、この信頼関係と結局信頼関係とお金っていうのは結局一緒だと思うんですよね。で、お金も結局同じように、コツコツ積み上げてきたものであっても、何かちょっとした出来事があるとガラガラっとなくなってしまうってことがあり得るわけでございます。で、この現象ですね、お金とか人間関係だけに起こることじゃなくて、まあ私が日々話しているような健康の問題でも起こってきます。ただ、健康がお金とか人間関係と違うっていうのはですね、多くの人がですね、まあ、生まれた時は健康状態から始まるっていうことですね。言ったらお金持ちで生まれるだとか、生まれつきのカリスマで人気者から生まれるみたいな感じで、もうすでに持ってる状態から
始まるのが健康になります。でもこの健康もですね、日々コツコツと積み重ねて何かやっていかないことには、崩れてしまうと一気になくなってしまうっていうことも起こり得ます。で、ただその健康についてはですね、本当に、失う前にですね、病気になったりとかで警告が発せられるわけですから、その警告をしっかり聞くことによって、まだそのガラガラっと崩れ去るっていうことを収めることができるっていう面から考えても、その他のお金だとか人間関係に比べるとまだマシなんじゃないかなとは思いますけれども、何が言いたかったかっていうとですね、結局お金も健康も人間関係もですね、同じように常にコツコツと積み上げていくことが必要だし、ちょっとしたことで失う可能性があるっていうことを分かっていて、分かった上で、日々積み上げていかないといけないということが話したかったということでございます。今日も最後までご覧になっていただきまして、本当にありがとうございました。それでは失礼します。さようなら。